生のストロンと乾燥。採断されたウラル肝臓ウラル肝臓はマメ科肝臓族の一種で肝臓に含まれる。別名東北肝臓。原産地は中国東北部とされている。日本薬局方においては、ウラル肝臓、またはスペイン肝臓の肝臓が起源植物とされており、グリチルリチン2.5%以上を含むと規定されている。 スペイン肝臓とウラル肝臓の外見上の違いは、どちらも右上腹用であるが、スペイン肝臓は、コバの形が細長い小半径をしている。対して、ウラル肝臓は、スペイン肝臓より、コバは丸みを帯びて折り株によっては、尖り用の形がスペード型になっている場合もある。個体差はあるが、同じ土壌に植えた場合、総じて、ウラル肝臓より、 スペイン肝臓の方が、背丈が高く育つことが多い。ウラル肝臓は個体によっては、歯から粘りのある甘い汁を分泌するものもある。日本では主に中国から輸入しているが、中国政府は2000年頃より土地の砂漠化を理由に肝臓の輸出を制限するようになり、肝臓の取り扱いを許可制とした。 日本の漢方薬企業大手のつむらは、肝臓の日本国内での大規模栽培を行い、中国産からの切り替えを始めている。また、日本の製薬企業によるオーストラリアでの本格的な栽培も行われている。日本国内でも栽培可能だが、ウラル肝臓スペイン肝臓いずれも種子の発芽率はあまり良くない。発芽しても初期の成長がかなり遅い上に、 土壌の過失に弱い。ストロンは数センチごとに節があり、芽がついているのでストロンを切り離して植え付けた方が成長が早い。ストロンは地中で株元から伸び始めた当初は表面が白いが時間の経過とともに茶色くなって木の枝のような色になる。ハーブや生薬として利用するときは乾燥させるが生の状態でかじっても甘みを感じる。5から6月に 紫色の花が開花することもあるが、日本の気候では開花結実しにくいとされている。根茎、ストロンを乾燥して、ハーブや生薬原料として利用される。また、甘味料として、食品や調味料、タバコの添加物としても多用される。ありがとうございます。